ZTT レコーズとは、ジャーナリストのポール・モーレー、音楽プロデューサーのトレバー・ホーン、プロデューサー・エンジニアのゲイリー・ランガン、そして、トレバーの妻であり、ビジネスウーマンのジル・シンクレアラが共同で九百八十三年に設立したレコードレーベル。その設立初期から、イギリスのヒットチャートをにぎわすアーティストを多く、輩出していて、最も有名なところでは九百八十三年に、 フランキー・ゴーズ・ツー・ハリウッドの大ヒット曲、リラックスなどがある。1980年代に実験的なポピュラー音楽を次々とリリースし、後の音楽に大きな影響を与えたとされる。ZTT レコーズ・イン・ロンドン1986。ZTT の名称は、イタリア未来派の詩人フィリッポ・トンマーズ・マリネッティのサウンドポエムタイトル、ザング・タム・タムや。 タムという単語から影響を受けている。レコードや CD のジャケット、またはスリーブへの表記上は、車体の ZTT のみの場合もあるが他にも、ザングタムトゥームやザングトゥームタムなど、様々な表記が使われた。ZTT レーベル最初のヒットは、トレバーのプロデュースによる ABC のアルバム、ザ・レキシコン・オブ・ラブから始まっている。1983年、イエスのアルバム、 9125の世界的なヒットから、トレバー・ホーンとゲイリー・ランガンの制作スタイルが一気に注目され、当時としては、資産といえる水準の価格だったフェアリットやシンクリビアなどの世界最高のサンプリングマシーンを多用したサウンドが、ZTT の音楽的な基盤を作っていった。その後ゲイリー・ランガンは、イエスのアルバムレコーディング中にアラン・ホワイトのドラムトラッキング中使用されなかった。 サンプリング素材やその他にもストリングスセクションやブラスセクションをサンプリングしてオーケストラルヒットやブラスヒットとして使用されなかった音素材をもとに実験的なサウンドソースとして用いアバンギャルドなサウンドをベースに持つプロパガンダやより独創的なサウンドのアートオブノイズなどで斬新なサウンドプロデュースやサウンドエンジニアリングを行いフェアリットやシンクリビアを多用し 圧倒的な音圧を誇るサウンドを次々と作り出していった。アート・オブ・ノイズに関しては、サンプリングの素材に対するヒントや演奏方法など、既存の楽器では生み出すことができない。世界観を作り出し、世界中の多くの作家やアレンジャーなどが模倣するようになり、すぐさま浸透し一般的なサウンドとなった。特にダンスミュージックに対して与えた影響は、計り知れず、 現代的なヒップホップやドラムンベースなどの起源とも言える。1983年、フランキーゴーズ2ハリウッドのシングル、リラックスが発売され世界中での大ヒットとなり、戦略的にも ZTT の名をバンドと共に世に知らしめることとなり、1984年には、新人ながら、いきなりの2枚組アルバム、ウェルカムツーザ・プレジャードムもヒットさせ、レーベルには、 たくさんのアーティストが加わるようになった。プロデューサーのスティーブ・リプソンがフランキーの音楽制作に加わるようになってから、レーベルサウンドの傾向はより音楽的なグルーブや質感を増すようになり、レーベル当初のシンセサイザー路線に加え幅広さが出るようになった。グレース・ジョーンズのアルバムスレーブ・ツー・ザ・リズムあたりからその傾向は顕著で、R&B を現代風に昇華させた傑作も生み出している。 プロデューサーであるトレバー・ホーン、ゲリー、ランガン、スティーブ・リプソンのそれぞれがミュージシャン時代にギター、ベース、キーボードなどでのスタジオワークをこなしていた技量の持ち主ということからレコーディングにおいてはクレジットされていない部分でもメンバーに代わってベースやギターを弾き直したり弾き足したりと演奏面でも数多くの作品に関与している一般的には楽器演奏やアレンジで 音楽制作に関与せず制作葬式を取るスタイルのプロデューサーもいる中、ZTET の場合はどこからどこまでがメンバーの演奏でどの部分がプロデューサーの演奏なのかはレコーディング現場の当事者のみ知るほど多くの演奏やアレンジで関与している場合が多い。フランキーのレコーディングスタッフが伝えるところによるとデビュー直後は ベーシスト以外はあまり演奏がうまくなかったので、レコーディングをエスタジオをクローズした後、メンバーが帰ったのを確認してから、演奏ミスの差し替えや引き直しなどを行っていたそうで、プロデューサーが納得しない、演奏の揺らぎやミスなどは随時修正され、常に完璧なサウンドだけを残していたそうである。それらは、トレバー・ホーンの完璧主義や、スティーブ・リプソンのセンスなどで判断していたものと、推察できる。 1980年代はフランキー・ゴーズ・ツー・ハリウッドが当時のディスコで大流行したが、1990年代にはトレバー・ホーンの秘蔵子、シールがクラブで流行したり、映画のサウンドトラックに楽曲が使われたりするなど、1980年代に活躍したアーティストはすでに解散していたり活動が停滞している中、次世代アーティストが ZTT の看板アーティストとして継続している。 1990年代半ばあたりから、フランキー・ゴーズ2ハリウッドの最新リミックス版や、アート・オブ・ノイズ、プロパガンダらの様々なフォーマットによる再発版が発売されるなどしている。ZTT レコーズは、現在も SPZ グループの参加にある。SPZ とは、サーム・パーフェクト・ ZTT の略称で、サーム・スタジオ・パーフェクト・ソングズ・パブリッシング。 ZTT レコーズの連合体の頭文字をつなげた形だ。初期の ZTT はトレバー・ホーンの妻が所有していたサームスタジオを拠点としながらトレバー・ホーンと共にサームウエストへも拡充しながらスタジオ経営及び音楽制作現場、音楽出版、レコードレーベルが3位一体となった体制で運営されていて当初から ZTT サウンドイコールサーム ウエストサウンドイコールトレバーホーンという図式が成り立つほど密接な関係にあった。ありがとうございます。